けたはずだ。喪失感に打ちひしがれた俺は立ち上がる気力をなくし、その場にただ座り込んでいた。どれほどの時間が経っただろうか。突然、校舎が大きく揺れ始めた。また地震か。ちくしょう。携帯じゃないか。ついてくれ。大丈夫か。助けて。前歯が折れてる。尋常じゃないな。俺は如月学園2年の持ちだって言うんだけど、君は？
私は白檀高等学校の2年、桐崎東子。そうか、君はどうしてここに？インターネットにあった。みんなここに。おまじないか。同じ。最初友達の一人が、ゆうやが急に友達を階段から蹴り落として殺して、笑いながらその死体をもてあそび始めたの。私必死に逃げてきた。信用できない。離れろ、向こうへ行け。分かったよ。とにかく落ち着いてくれ。離れろ。聞いてくれ、さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されてたまるか。この子、ハサミを持ってる。持田くん、大丈夫みたいだ。なぜだ。大丈夫ですか？
けが。こんなハサミどこから持ってきたんだ。先生、よかった。会いたかったよ。私もよ。持田くん、危ないとだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。ダサ。よく頑張ったわね。さあ、一緒にユカちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺、もう疲れた。このドアを橋に使って、なんとか脱出できたわ。誰もいなかったかしら。いた。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。生徒が話を聞いてくれない？もう私、どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。
担任の私を飛び越えていきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで。苦労をかけているね。すまないな。いえ、副担としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2の9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を上げられるようにしてあげたい。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シシド。はい。目を閉じて。思い返してごらん。もう一度。よーく。え、何をですか？生徒たちさ。君が毎日、それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、思い当たらないかい？そうでしょうか。うん。教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校に来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でもたとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ保護者の方には納得していただけません。出ないと私は教師として失格。確かに保護者側の立場としても学校側の立場としても、成績評価はとても重要なものだ。しかし、まあこれは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に家庭が大事だと思っている。
生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか。悩んで解決して成長して大きくなって卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。ええ、篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが隠すのがうまいだろう、あの子は。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で君は教師として合格だ。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にも馬鹿にされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。まあんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。わかりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよう。先生、ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。なんだか
いろんな夢を続けてみた気がする。縁起でもない、中島さんたちが命を落とすなんてひどい夢。私どこにいるのかしら。あのまま瓦礫に埋まっちゃったんだ。篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ一年も経ってないけど、体動かないや、下半身の感覚もあまりないし、首から下が麻酔がかかったみたい。それにしても暗いな。もう少し生きていたかったな。あれ、涙。私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、獅子戸先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？見て見て。いやー、かわいいかわいい。超丸い。どこ？あんたじゃないの。ゆい先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。ぜえ！先生、今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。君たちの未来をつかむんだよ。